じゃん。さあ、ここはどこでしょうか。実はですね、ちょっといろいろ乗ろうと思ったんだけどね、まあ、ガス入れてたら途中から雨がパラッとしちゃうもんだから、くるくるって回ってですね、いや実は山の中来ちゃったんですよ。なんでかな、今日こんな道走るとは思わなかったけど、いやウェットなんだよな。途中ウェットでね、ちょっとこれあれですよ、あまり無茶できませんけどね。それでまあ、さっきも言ったんだけど、これ今日だけね、今日だけ知りたいですね。音はですね、こんな感じですね。まあこんな感じで、ですけども、まあ、すごく乗りやすいですね。まあ至って感想はその辺ですね。排気量を感じさせませんね。こう軽く走れる感じ。やっぱみんな言ってた通りだね。誰でも乗れるね。誰でも乗れる。だから激しさとか、こうかなりのパンチのあるものを求めるんだったら、それはダメだね。それはこの場合に求めちゃいけない。普通に軽く乗りたいっていう場合ですね。でこの後ね、漁港の方に降りてみようかと思ってね、いつものパターンじゃんこれ。だからバイト高速グリーンパスなんてね。だってまあこんなだよっすよ天気が。これどうです、これちょっとその辺の支度もねしてなかったからね。まあ山の中に来ちゃったということで。では、玉露に行ってですね一人、コーヒーを飲みますよ。じゃあ、そんなことでよろしくです。